部屋の扉閉めてしまえば、か表へ出てみろ。あ、と、地球と同じ広さらしい。こんな。早速修行始めぞ。スーパーサイヤ人に。もちろんだ。おめえも劣気としたサイヤ人の血ひ、とりあえず。なかなかすんげえだろ。おめえ重力の特訓は初めてだったよな。ま、すぐに慣れるって。すげえことになっかもしんねえぞ。オラに元気を分けてくれ。おめえはオラの子だ。自信持て。はい。おめえの出番だぞ、ゴハン。僕？無茶を言うな、悟空。確かに見違えるほど。ピクロ、どうだ、ゴハン。さっきの父さん、思わなかった。セルはどうか知らねえが。そうなのか。はい、あれ、ゴハン。わかりました。戦わないと当たれ。
やめようよ。僕は本当は戦いたくないんだ。殺したくないんだよ。たとえお前みたいにひどいやつでも、お父さんみたいに戦ったりするの好きじゃないんだ。僕は昔から怒りでカッとなると自分の意志を超え、とんでもない力でめちゃくちゃな戦いを始めてしまうらしいんだ。ほう、失敗だったな。そんな話を聞いておじけづくとでも思ったのか。やはりガキだな。それどころか、私はどうしても貴様を怒らせたくなった。お前たちも、うん、所詮貴様な、なんだ。さあやめろ。余計な、おい、許さないぞ、お前たち。やっと真の力を見せたか。これで面白くなってきたぞ。おい、許さないぞ、お前たち。フルパワーだ。僕が戦わないと。当たれ。なるなよ、クズ。まさか本気でこの私を倒せると思っているんじゃないだろうな。当たれ。倒せるさ。大きく出たな。では見せてやるぞ、このセルの恐ろしい真のパワーを。くー、おい、許さないぞ、お前たち。カメハメハ。フルパワーだ。僕が戦わないと。当たれ。フ
さないぞ。お前やるな。あ、ハメハメハだ。絶対に勝ちたい。僕が戦わないと。当たれ。もう許さないぞ。お前たち、お前たちは絶対許さないと言ったはずだ。なぜだ。なぜあれほどのパワーがえやつに。悟空、やっぱどう考えてもこれしか。地球が助かる道は思い浮かばなかった。バイバイみんな。悟空、お前まさか。悟空。ここまでよくやったな、ゴハン。すごかったぞ。お父さん。母さんに、すまねえって言っといてくれ。消えた。悟空の気が。僕の思い上がりで貴様は。はっ、そらどうかな。こいつは耐えきれるかな。お遊びはもうせんぞ。すぐに終わらせてやる。こいつは耐えきれん。ハメハメハ。
し。あ、遅いっ。もう許さないぞ。お前たち、お前たちは絶対許さないと言ったはずだ。あ、しまった。ダメだ。おい、お、大丈夫。くそなれ。さあ。そう、お。今だ。Thank you.